どうも、ゆうさです。はい、フェス真っ只中でございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ私はですね、闇属性のガチャに、まあ、とある男の装備が入るのを期待していたんですが、まあ、それが叶わず私のフェスは終わったと、まあ、言っておりました。まあ、ただせっかくミスリルもあるので、一度ぐらいはね、1個ぐらいはちょっと参加しておこうと思いまして、まあ1段2段3段思ったら、やっぱまあかぶり的にもそうなんですけど、まあまあやっぱり2段欲しいものが多いここをもう本当に1回だけ一発勝負でいきたいと思います。でかぶりはマリアのこれとかこの辺、風神のこの辺とかかぶりです。で欲しいのはやっぱりバッツのチキンナイフとかバッチャン系装備、あとはこのユフィでもいいと思ってる、まああの被らなければ、ユフィは強いんで、うちのユフィはまあまあアビリティなんて使う、その必殺技を使うことはないとは思うんですけど、一応ステータスアップという言い訳はできるんで、まああとは一番欲しいのはティーダのチェインかな、これですね。ティーダがうち強だいぶ強くなってきてますんで、これが欲しいです。はい、では参ります。もう泣いても笑っても11連だけにしたいと思いますので、しょうもないですが行きます。最近ね、引き強と言われることすらある私ですから、ありえない現象が起きてますから、また今回もおそらくサクッとチェイン3個いただいてかっさらって帰るんじゃないかな、なんてことは思ってます。はいはいはい、すごいパレードですね。星音のパレード、星音の引きはいい。はい、さっさと飛ばして、まあ1個だけでもね、欲しいものがくれば、これはバッツかな、あれこんなんやったっけ、見た目が違う、ザックスや、ザックスのバーストか。あ、まあでもいいかな、バーストですしね。敵単体ランダム8回の強力な風&地属性、風地属性弱体化、待機時間の短い攻撃か。いや、あのね、ちょっと欲しかったところなんですよ。セブンの風の戦士が一人もいずにめちゃくちゃ今まで苦労してたんで、ちょっとこれ欲しかったところなんで、よし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 、まあまあまあ外れ、まあ、フェスっぽくはないですけど、まあ、これが私の本来の引きですよ。はい、バースト当たっただけましと思いましょう。ということで、すいません短いですけど、私のフェスは本当にこれにて終了。もう2段も引きませんし、3段も引きません。次の、闇属性ガチャまで待機したいと思います。では見ていただいてありがとうございました。